松本人志さんの性加害疑惑問題から芸能界は慌ただしくなっていますが、中でも現在売れっ子の今田耕司さんの過去の暴露話も持ち上がっています。今回はそんな今田耕司さんの噂やピン芸人としての年収などについてお届けします。週刊文春が報じた松本人志さんの性的トラブル報道の内容や裁判について、正直ちょっともうついていけてなくて、あまりの情報が多いし、何がどうなっているんだろう、真実はどこと争い半音やろう、それすらも分かってなくて、飲み会の話がなんでこんなことになったんやろうって感じがしてます、と1月20日放送の読売テレビ今田耕司のネタバレ MTG で困惑気味にこう話したのが、お笑いタレントの今田耕司さん。今田さんはダウンタウンの3年後輩で、1985年デビューしました。 NSC 大阪校4期生で、同期には東野幸治さんや木村雄一さんがいます。松本さんとは仕事でもプライベートでも近しい関係にあるようです。芸能ライターの話では、ダウンタウンの弟分である今田は松本の飲み会についてそ知らぬ顔をしていますが、講師でこれだけ長い付き合いの中で何も知らないはずはないという声が上がっています。今田に限らず、松本に近い芸人の多くが当たり障りないコメントをするか沈黙するかしかないのが気になるところです、とプラスマイナスの岩橋義正さんは自身の X に、俺も昔松本さんじゃないけど先輩に綺麗な女の子連れてったな、まあ上納か、ほんでその人があっさりホテル持って帰って、俺なんて空気みたいな扱いやったから後で腹立ってきて、ほんでその人テレビで結婚できひんとか、松本さんはそんな人じゃないですって言ってて、いやお前やんって突っ込んでもた、と投稿していました。名前は出していないものの、今田さんと想像がつく投稿です。ネット上で疑惑が取り沙汰されているのが、今田さんの番組の一つの今田耕司のすっぴんツアーです。これは黒瀬さんが今田さんに博多美人を紹介しデートするというコーナーがあるため、曲の自主規制ということです。その後、今田さんの情報はまだ公表されていませんが、番組を消されたものはないようです。文春では松本さんに女性をアテンドした芸人として小沢さんのほか、黒瀬さん、田村健二さんの名前も出ていましたが、今のところ活動を休止しているのは松本さんと小沢さんのみです。お笑いコンビダブルホルモンズでツッコミを担当していた今田耕司さんは、現在ピンでバラエティ番組の出演や YouTube 活動などを行っています。ところで余計なことですが、多くの番組に出演し人気芸人になった今田さんの年収はどれくらいあるのでしょうか。今田さんの年収は公表されていませんが、約1億3600万円くらいではと言われます。収入源は YouTube、テレビ出演、 CM 出演、お笑いライブがあります。その詳細は今田耕司公式今チャンネルの YouTube 広告収入に、テレビ番組出演は過去1年のものになりますが、レギュラーは今ちゃんの実は Google ピクセルプレゼンツアナザースカイ、開運、何でも鑑定団、炎の体育会、テレビファミリーヒストリー、今田耕司のネタバレ MTG、 オハ、よーいどん、特別番組は爆笑そっくりモノマネ紅白歌合戦スペシャル、モノマネ王座決定戦、M1 グランプリ、発砲、今田の楽屋ニュース、やりすぎ都市伝説、オールスター感謝祭、福岡すっぴんツアー、今田耕司ヒットの世界東大生が通販してみた、大相撲どすこい剣、このあるあるコントにしてください、ほかなどなど、テレビ番組出演だけで年収は約1億2000万円のようです。 CM 出演が1500万円、4お笑いライブが年間5回ほどの出演があるようです。1億3600万円割る12ヶ月イコール1133万円で、今田さんの月収は約1130万円となりますね。現在はこれを上回るのではないかと言われています。今田さんの資産も公表されていません。奥越えの自宅、
数千万円の愛車を持っている今田さんはお金を派手に使う人ではないようですので、そのため資産も億以上だとの噂です。これだけの収入があり資産があるのに独身とは、なぜ結婚しないのでしょうかね。去る1月14日の上沼高田の釘付け、読売テレビで上沼恵美子さんは松本人志さんが相手にした女性に渡したタクシー代のドケチに、一応女やってるんで吐きそうになった、超一流の人間やったのに遊びは三流以下やったと、そんな松本さんと対照的に女性には紳士的で金払いがいいと評判なのが松本さんの直系の後輩である今田さんとのこと。コロナのステイホーム期間中に飲み会をした芸能人がバッシングを受けていたので、今田さんは炎上を恐れて飲み会を一切しませんでした。それぐらい慎重な性格ですとお笑い関係者は語っています。しかしコロナが明けてからは女性とのコンパを再開したといいます。同じお笑い関係者は、その場所が大抵今田さん行きつけの予約数年待ちという高級店なんです。女の子も誘われて嬉しいし、ホテルではないので安心して参加できます。今田さんが行けない時はその枠を後輩に譲るので、後輩たちからも感謝されていました。テレビでは結婚できないキャラですが、女性への気配りもできますし、紳士的と評判で相変わらずモテますよ。ただ今は松本さんの報道の煽りを受けて一切飲み会は開いてないようです。スポーツ紙記者は、今でこそ遊び方に定評のある今田ですが、若手時代には松本のためにナンパをして女性を集めたり、一緒に飲み会を繰り返していました。当時は派手に遊んでいたようです。その時の話をテレビでネタにしていましたし、すでに YouTube などでは過去の発言が掘り起こされていますと話しています。その中でも多く視聴され X で拡散されているのが、大竹誠氏による今田さんの暴露話。それはダウンタウンシル TBS 系という94年1月20日に放送されたバラエティ番組。松本人志さん、浜田雅俊さんのダウンタウンと大竹誠氏がトークの中で、裏の評判聞いたことある、女にめちゃめちゃ冷たいもん、道具だと思っていると今田さんについて言及しています。独身大物芸人として大人の遊び方をしている、女性に紳士的と評判のいい今田さん、その割に連日のテレビ発言などでかなり消極的に見えたのは、そういった過去を掘り起こされるのを恐れてのことだったのかもしれません。松本さんが活動休止をしてもその影響は広がりを見せていますが、今田さんの過去をどこかの週刊誌が狙っているかもしれませんね。半世紀以上生きていれば、人間は過去に失敗や後悔することはいろいろとあると思います。芸能界も噂が出ようとも、松本さんのような行為以外であれば穏便に解決してほしいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もぜひお願いいたします。コメントもいただければ嬉しいです。次回もお楽しみに。